愛情でいい子に育ってほしい幸せになってほしいっていうのはあるんだけどなぜかバトルロワイアルに放り込むっていう仕組みになっちゃってるこれはもう親も子も気の毒でしかないですよね。 面白いっていう話について話したいんですけど、何かっていうと、なんで面白くなるのかな面白くならないって何なのつまんないって何なのかなみたいなことを考えた時に、キーワードが、ま、はっきり見えてきて、分けるってことと、分けないってことの、この使い方で決まるだろうな。人生が面白くなるか、つまらなくなるかっていうのも、分ける分けないのテクニックによって決まる。分ける分けないの基本セッティングみたいなのがあって、まず、分けるっていうことに関してちょっと話したいんですけど、この人こういう人だから、あの人こういう人だからつって、 大体分けますよね。で、分けると楽なんですよね。男ってさ、みたいな言い方ですよね。まあ、そんな風にして、まあ、分けることによって、まあ、頭が整理されて楽なんですよね。考えなくていいんですよ。これがレッテルバレになるんで、非常に問題も多いんですけど。これイコールバカになるってことなんですよね。ここで思考が止まるんで。で、その分けるっていうテクニックをやめるっていうことで、何か生まれるかって、これイコール楽じゃないから、しんどいが始まるんですよ。しんどいが始まるけど、そこに面白いも始まる。でも分けるってことで生まれる面白さもあるんですよ。で、この辺非常に複雑なん で、ちょっと整理させていただきますね。まずね、分けないってことで、例えば、岡田敏夫さんって方は面白いじゃないですか。で、あの人の得意分野ってあるじゃないですか。SF アニメ、その一番得意なやつ、宮崎、駿ガンダムとか得意なやつがあるじゃないですか。で、岡田敏夫って単体でも面白いんですけど、まあ、そこにエモリ聖太さんがいて来たとするじゃないですか。で、あの人はもう科学者ですよね。この二人一緒にトークしたら絶対面白くなるんですよね。か、科学の専門家、アニメの専門家みたいなものそこに魚くんが入ったとするじゃないですか。だか絶対面白いですよね。この だかわかんないそれぞれのジャンルに分かれてるものが一緒になった時に新たな何かが生まれるんですよねさかなくんとエモリセーター先生と岡田さんが組んでえ何か作りましたっったら絶対に僕は見たいそういったことですヤンさんがやってんのは割とそれに近いんですよね各ジャンルのいろんな人を繋ぐことによって何か生まれるみたいなヤンさんのあの現場には完全に分けないっていう、ね、あえてじゃあ何で分けたかっていうとヤンさんが好きかどうかで分けてるんです選ばれた人間たちではあるんですよただし最初の段階では何にも分けてない さあ、濃いですからね。だから、面白くなるに決まってるよね。そもそも歴史的にも文化と文化がぶつかるところに面白いものが生まれるんですよね。だから港町って面白いんですよ。だから、長崎が面白くなる。横浜が神戸が面白くなる。当然ですよね。大阪が面白いなんて港町だからなんですよね。で、それは外から来た異質なものたちがそこで交流するからぶつかって面白いものになるわけです。だから沖縄が面白いんですよね。面白くないわけがないわけですよ。その場所が文化の交差する地帯日本も実はアジアと西洋のぶつかっているところ。 っていう一部ででもあるので日本も面白いものは生まれがち。だけど、日本は分けるっていうことで閉じるってことと、あと壁が好きですからね。非常に島国根性っていう排他主義があるんですよね。あと外が怖いんですよ、ね。だからこの辺は日本人の病気の一つかなっていうか、解決しなきゃいけない問題なんだろうなと思うわけですよ。そんなこんなで異質なものとの触れ合いみたいなもの、分けるっていうことをやめて壁を通ると、異質なものとぶつかるわけじゃないですか。そのニューヨークがあんだけ盛り上がるのはそ、それが原動力だってね、 ご存知の通りですよね。もちろん、ビートルズもそうですよね。黒人音楽と白人音楽がぶつかったところで、ビートルズのビッグバンが起こるわけなんですよ。そういうことがあると。そうすると何が生まれるかというと、みんな初体験が生まれるんですよね。いつもの役をし続けてる人たちって、間に壁があって、それがポーンってな,なくなった瞬間に、両方が初体験をするんですよ。この体験初めてっていう、これ初めての力っていうものはやっぱりワクワクさせるんですよ。で、なんか、新しいものが生まれたって時は大体そこですよね。大体スティーブ・ジョブズだって、 禅とかスピリチュアルとか東洋とぶつかってるんですよ。東洋とぶつかった最新テクノロジーっていうところで iPhone、iPod 誕生みたいな流れがあって、だからあんなシンプルなんですよね。あんなデザインなわけですよ。子供の頃から、この地域のこれくらいのお金を持ってる子はこういう学校に行きましょうみたいな話で、もう分別始まるじゃないですか。でもう分別、分別、分別で行くとどうなるかっていうと、つまんなくなるんですよね。面白くなくなっちゃうんですよ。この話はみんなもう分かってると思うんですけど、日本がつまんないのはあなたのせいじゃないんですよ。誰のせい っってていううよよりは基本設定がもう間違ってるんですよつまらなくなるような基本セッティングになっているってことなんですよね。そもそも教育がバトルロワイヤルですから、ね。だから、隣のやつよりも賢くなきゃいけないっていうか、名を上げなきゃいけないっていうかね、勝たなきゃいけないっていう、そういう構造の中で人が仲良くなれないようになってんですよ。子供の時に。これをさ、一発目に刷り込みますから。誰々ちゃんの方が賢いみたいな。これが学校から職場に行っても、それ続くわけですよ。誰々は出世したみたいな話でずっと。つまり、隣にいるやつは、友人というよりは、ライバル。ライバルって言ったら、 なんか、聞こえはいいんですけど、敵なんですよね。で、その、敵が周りにいるっていう構造の中で競うっていうことが、まあ、ずっと続いてるんで、仲良くなれないんですよね。戦友なんて言い方するけど、でもそれは共通の敵があって、チームになってっていう時には、戦友になるかもしれないですけど、だからもう行き詰まるとすぐに海外の人を敵にするっていうのはバカな状況になるのは、仲良くできないからなんですよね。そのバトルっていうのは、結婚子育てでも続きますか我が子っていうのも、競争場みたいに育てるっていう風,に風習が強いですよね。でも愛情ですよ。愛情でいい子に育って,てほしい。 幸せになってほしいっていうのはあるんだけどなぜかバトルロワイヤルに放り込むっていう仕組みになっちゃってるこれはもう親も子も気の毒でしかないですよねそれで最終的には一人ぼっちになっていくみたいなのはあなたのせいじゃないですよっていうことですね自分と他人を分けてぶつかるようにするという競う戦争させるっていうことがもうそもそものセッティングだっていうことですね